私の旦那は、以前は、よく、友人や親戚を家に呼んでいた。その度に、私は、胃がキリキリしながらも、これも妻の務めと精一杯もてなした。多い時は、7から8人呼ぶこともあり、私は、持病の坐骨神経痛の痛みに耐えながら、ずっと台所に立ち続け、大人数に見合う酒の肴、旦那の友人は酒豪が多い、や料理をひたすら作り続けた。旦那はといえば、客らと、私の知らない趣味関係の話題などで盛り上がり、私に対しては、たまに、つまみがそろそろなくなりそうだぞ、と声を張り上げるだけ。もちろん、料理を運ぶのさえ手伝おうとしない。旦那が呼ぶ客の中には、女性がいることもあったけど、彼女たちも私を手伝うなんて思いつきもしないのか、どっしりと座り込んで私が運ぶ料理を当たり前のように食べ散らかし、空いた皿もほったらかしで、なんかテーブル狭いねとか言っている。それどころか、もうお酒がないんですけどと背中越しに私に催促する始末。そうやって私は休日の度に旦那が連れてくるぶしつけな客たち足す旦那をたった一人でもてなしていた。でもそんな状態が長く続くはずもなく、ある週末、疲れ切って全てが馬鹿らしくなってしまった私は、明日、〇〇たちが来るからよろしくね、と当然のようにのたまう旦那にとうとうぶち切れた。じゃあ、今度は自分がもてなして。自分の友達でしょ？じゃあ自分でもてなして。私は出かけるから、思いっきり冷淡に言い放つ私。私の豹変ぶりにびっくりした旦那、何？どうしたの？今言った通りだよ。自分でやれっての。なんでだよ。つまんねえんだよ。ぶち切れると言葉が悪くなるわら。あんたらが飲んで食って楽しく騒いでる間、私が一体どこで何してるか分かってんのか。あんたらのためにずーっと台所に立ってんだよ。あんたらが当然のように食ってる料理は全部私が作ってんだよ。ああ、分かってんのかおら。そりゃまあそうだけど、俺は、お前も一緒に楽しんでるもんだと思ってたんだけど。楽しいわけねえだろが、休みのたんびに、あんたの友達にまで、家政婦扱いされてんだぞ。こっちは、すまんねえことこの上ないよ。もう知らねえ。自分でなんとかしろ。つうか、もうあんな奴ら家に連れてくんな。カチンと来たのか、なんだよ、その言い方。あんたの大事なお友達は、食べるときにいただきますも言わないじゃん。帰るときもごちそうさまでした。お邪魔しましたの一言もない。何なの？社会人としてちょっとおかしくない？目の前に一生懸命もてなした人間、私がいるのにまるで無視。私は空気か。それともあんたが友人らにそうしろとでも言ったのかよ。私、テーブルの上にあった旦那のノートパソコンを思い切り叩き落とす。派手な音を立てて大破。そんな。床に落ちてるパソコンを足でガシガシ踏みつけながら。バッカみたい。ほんとバッカみたい。もうやめた。くだらない。私に文句があるなら、離婚だ離婚。いつでも判をしてやるから、さっさと、緑の紙持ってこい。わかったよ。ごめん。俺が悪かった。それ以来、旦那が、客を家に連れてくることは、ほとんどなくなった。私がボロクソにこき下ろした友人たちとは、まだ、相変わらず付き合いは続いているようだけど、外で勝手に会う分にはどうでもいい、興味なし。たまに、義兄が来たがってるんだけど、と、恐る恐る、私にお伺いを立てるが、ええ、いいわよ、もちろん手伝ってくれるんでしょ？とにこやかに言うと、そりゃもちろん当然だよ、とこわばった顔で即答する旦那、ちょっと面白いわら。いきなり切れる前に、もっと冷静に話をすればよかったんだろうけど、でも、まあそのおかげで、一番の最短ルートで解決できたのでよしとしてる。